歯科医師は、科医学に基づいて、傷病の予防、診断及び治療、そして、公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。日本において、その職務等に関しては、歯科医師法により規定されている。業務独占資格及び名称独占資格の医療資格である。歯科医師とは、歯科医師法によって、もっぱら歯科医療及び保険指導を司さることによって、 公衆衛生の向上を及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとすることを責務とすると定められている。歯科医業とは、工業構築に関与する行為、歯が、顎骨、口腔粘膜、舌、口唇、大気腺、咀嚼筋など下顔面に発生する疾患の治療、全身疾患の内ち高または、 科顔面に症状を表す疾患の治療及び機能、回復訓練、などの行為を言う。なお、医師法の医療と重複する部分は、自備院工科学の高校内疾患、皮膚科学の高校内粘膜疾患等であるが、医師、歯科医師ともに診療を行っている。ただし、高校が、高校以外の全身の器官に転移している場合は、医師と、 歯科医師が互いに治療方針の意見交換を行っておりそこで、医科歯科連携治療が行われている。また医師は、自備陰講科や統計部外科を標榜し、歯科高校外科は、歯科医師のみが標榜する。医師が、歯科高校外科を標榜することはできない。歯科医師は、医師には許されていない行動に関する歯科医療を行う医療従事者である。医師が、技師や、 歯科矯正などの、口房に関する診療を行えば、歯科医師法違反になる。また、骨切り下下矯正手術などの、顎くらい改変のみを目的とする待機手術は、歯科医療であり、歯科医師以外が行うと、歯科医師法違反となる。現在の日本では、厚生労働省が指定した大学の私学に関する、正規の課程を卒業し、歯科医師国家試験に合格しなければ歯科医師になれない。 したがって、司会師は、全員、学士の学位を有する。しかし、博士を有する者が必ず司会師とは限らない。歯学系大学院の博士課程、または、歯学部の研究室で複数の論文を発表し、歯学部大学院に博士号を申請し、大学院教授たちの審査で博士号を与えるに、ふさわしいとされれば、博士号を司会師でなくとも与えられるを有しているが、 博士を有する者が必ず医師とは限らない。司会士要請及びその後の一般的なスケジュール度より必須かに本において、司会士は医師とは別の国家資格である。司会士となるには、司会士国家試験に合格しなければならない。歯学部を卒業し学士の学位を得ただけでは、司会士になれない。司会士国家試験の受験資格は原則として大学において、 私学の正規の家程を収めて卒業した者及び卒業見込みの者に与えられる。正規の家程を卒業し、試験に合格し、歯科遺跡に登録をした者は、厚生労働大臣により歯科医師免許状が与えられ、これにより独立して歯科医を行うことができる。また通常は保険医登録も行うことが多い。さらに医療機関すなわち歯科医院の開業をし、 診療所委員長におなるには、歯科医師免許取得後1年以上の卒後臨床研修を終了しなければならない。歯科衛生士に認められている一部行為を除き、他者の指示に基づかず、歯科医療を行うことが、歯科医師のみに認められている。また、主に歯科医療を行う病院及び診療所の管理者も、歯科医師がつくものと定められている。現在、歯科医師免許に更新期限はなく、 歯科医療停止、免許取り消しを移動審議会により決定されない限り生涯にわたって有効である。歯科医師免許は診療科ごとに交付されるものではない。そのため各診療分野の学会が学会認定医などの認定を行っている。これらは法的な拘束力を持つ資格ではないため、標榜加盟は自由に標榜できる。なお専門医資格は、 各学会の専門医を持っていないと広告できない。明治維新前、明治維新以前は、口歯科口中科を専業にする医師がいて、口、喉、歯の治療を行っていた。世界的には、紀元前2500年頃のものと推定される技師が、ギーザから発掘されている。明治維新後、1874年8月に異性が、交付され、西洋を模範とした。 医療制度が整えられ始めた。一斉により医師になるには医術開業試験を合格することが求められた。1875年、尾端栄之助は第1回目の医術開業試験に歯科を専門に試験を申請し合格した。尾端は遺跡4号をもって登録された。これは歯科を専攻する医師として登録されたということであるが、尾端が 西洋司改学を専攻した先達であり、司会という語を初めて用いたこともあり、日本で最初の司会史とされている。1883年、遺跡とは別に司会遺跡が作られ、医師と司会史とは独立した別個の存在となった。1906年、法律48号により司会史法が制定された。1942年、 対戦中の医療体制確立のために医師法と合わさって国民医療法となったが歯科医師制度そのものに変化はなかった。戦後、国民医療法は医師法、歯科医師法、医療法に分かれ現在に至る。専門医資格学会認定専門医認定医、国立大学法人、公立大学法人私立2012年の米国の総歯科医師数は約20万人である。 最も多いのはカリフォルニア州の約3万人、ついでニューヨーク州の約1万5千人で、これらの地域の都市部では、歯科医歯科状問題が指摘されている。しかし、米国全体では歯科医師不足となっている州がほとんどであり、最も少ないのはワイオミング州の293人、ついでバーモント州の373人である。 2009年度の米国の歯科医師の平均年収は、一般会業医で平均19万4千ドル、専門医で平均31万1ドルであった。米国歯科医師会は、歯内療法専門医、歯周専門医、補鉄専門医、矯正専門医、小児歯科専門医、高校外科専門医、高校病理専門医、歯科放射線専門医、 公衆衛生専門医の9種類を設定している。また、米国では、米国司会司会認定の専門医とは別に、高校内科、高齢者歯科、高校顔面疼痛、顎関節症などの特殊専門プログラム並びに医師が、巡視科専門医に位置づけられている。米国には、国民健康保険制度は存在せず、個人は会社や学校を通じて、 民間保険に加入していることが多い。医療保険には、競技の医療保険と、歯科医療保険があるが、特に後者は高額であるため1億3000万人以上のアメリカ国民は、歯科医療保険には加入していない。低所得者及び身体障害者対象の医療保険に、メディケードがあり、医療費を連邦政府と、州政府が接班している。しかし、 予算の低い州では治療の保障の範囲が限られており、ほとんどの州では緊急処置のみであり、またメディケードを受け入れる施設が少ないため治療には長期間を要する。歯科医師に関する組織には、学会、職能団体、規制団体などがある。ありがとうございます。